取り組みですね、流れですね、メニューですけども、これカウンセリング終わった後にお客さんに、最初来た時にカルテとかいろいろ書いてもらった後に渡すんですよ。やっぱこう、お客さんって不安で来るわけですから、うちらってシャンプーしてマッサージしてっていうの結構自分たちのメニューが当たり前になってますけども、お客さんというのは不安できてますので、こういう流れでやるんですよっていうのを一応ざっくりですけど、お見せしてます。で、カードも使えるし、カードも使えますけど、これで返してるの、返していたんですけど、カード使えないの、じゃあ帰るよって帰っちゃったんですけど、カード入れればいいんですけど、じゃああんまカードの人は入れてないんですけども、ちょっとここで下ろしてくるよとか、結構カードの人多いと思うんですけども、こういうような注意書きも書きながら、やっていく。1000円と間違える人もいるんですよ。1階にサインボールで、うち地下なんで、店の中見えないんで、1000円だと思って入ってくるんですよ。っていう人もいる。4500円なのっていう人もいるんですよ。飛び込みに入ってくるとか。で、そういう部分でやっぱ確認でやっていこうかなっていう部分でこういうのを最近やってます。で、これはモーニングメニューって言って、朝ですね。朝の顔剃り、午前中までは顔剃り1000円ですね。これはまあ大体2年目、3年目ぐらいの前なんで、午前中ビジネス街なんで、あんまり多くないんですよ。夕方がすごく忙しいんですけども、午前中暇でどうしようかって話でこうモーニングっていうのを作ったんですけど、2年目、3年目、1年目でも2年目でも、手を明かさないように、顔剃りができますので、そういうところでやってもらうと。シャンプーはありますけど、シャンプーはほぼ出ないですね、今。顔剃りばっかですね。悲しいことに、ね、美容室行ってるとか、1000円カット終わった後に来るとか、これでこと済ましちゃってるっていう。1000円カット行って顔剃って終わりと、2000円で済ませていただくと思ってるんですけども、それでも顔剃りだけ来て、いろんなメニューあるんで、先ほど言ったキャンペーンとかやってて、4、5000円になる人もいます。カットより高いですからね。それがアシスタントの子でも賄えちゃうっていうのがありますので、こういうような、これはお昼メニューとかこういうメニューで、非常に、多いですね、今ね、顔剃り。もちろん看板とかいろいろ出したりしてますけども、非常に多いんで、もちろんポップの見せ方とかもありますけども、こういうやっぱり顔剃りのメニューっていうのもやっぱ我々ならでは、特別メニューだと思うんですよ。顔剃りっていうのは利用者しかできませんから、そういうのもうまく、織り込んで作ってもいいのかなと思ったりしています。